はい、哲也です。またね、今日もあげることができましたね。嬉しいですね。今までやっぱりアバターでね、いろいろこうコントロールしながらやってる時は、なかなかねできなかったんですけども、こういう、自分のね顔出しで喋、ればいいということになると、やっぱちょっと気楽にできるんですよね。よかったなと思います。で、今日のねテーマは何にするかというと、国葬反対に見る日本人の劣化という話をしたいと思うんですね。なんか最近ね、日本人少し劣化してないかなと、ね、思うことが結構あるんですよね。で、最近ですね、反対派の人がいるじゃないですか。で、その人たちが、国葬しますから、来ませんかという、案内状ですね。案内状が来て、それに対してね、出席できないと、欠席しますというふうに、回答するわけですけれども、反対派の人はね、それはそれでいいと思うんですよ。ただそれをですね、自分の名前もそれ全部出してね、そしてこんな招待状来たけど、案内状来たけど、自分は欠席しましたよと、それをネットにね晒して、拡散してるわけですね。で、そういうのってやっぱりなんか感じが悪いんですよね。これは人によっていろいろ捉え方は違うと思うけど、日本人ってそんなことするのかなって。昔村八分って言葉があって、もうほとんどのことはね、もうその村八分にした人に対してはもう関わり持たないと。ただね、家事と葬式だけはね、ちゃんと関わりを持つんだ。だからその2つを引いて村八分って言ってたっていう話なんですけどね。だから葬儀というのを非常に大事にした日本の国民性なんですよね。ところが、国葬に対しては、反対だと。反対はいいっすよね。だけど反対だからって言って、私は反対してますよほらみたいなそういう寄り方する必要あるのか、ネットでねブワーッと広げる必要があるんだろうかとね、何十万人もその、フォロワーがいる方がそうやってされてるわけですよね。で、どんな人がされてるかというと、みんな大好きな蓮舫さんね、みんな大好きな辻元清美さん、みんな大好きな原口和弘さん、それから宮本亞門さん、それから、玉城デニーさん、あと自民党からはですね、石原茂さんとかねそういう方がね反対してる。はがきをね、欠席のはがきをみんなにね送ったのは、石破さんとかね、玉城デニーさんはそういうことはしてないようですけれども、さっき言った他の人たちは、はがきね欠席しますというものまで晒しているということなんですね。ちょっとね、どうなんだろうということなんですね。で、基本的な僕の考え方を言うとですね、どういうことが言えるかというと、やっぱり、葬式ということ、お別れ会かもしれないけど、葬儀の案内に対して欠席するというのは、決例というかね、ある意味での招待されたのにその断るというのは、決例的なことなので、あまり大っぴらにしないで、すいませんね、ちょっといけませんという感じにするのが日本人じゃないかな。つまりね、やっぱり亡くなった人がいるわけじゃないですか。そして遺族もいるわけですよね。その人たちに対して行きませんよほらみたいなねそれはどうなんだろうということなんですよね。悲しみのどん底にいるわけですよ。安倍さんなんかはね、もう本当に無念の死じゃないですかね、非業の死ですよね。本当に後ろから撃たれてね、後ろからか首から撃たれたのかよくわかんないけど、非業の死じゃないですかね。そして突然ね、自分の愛する夫を失った慶夫人とか、それから、お母様とか、もう本当に悲しみのどん底だと思いますよ。そこをそういう人たちのことを、ね、考えて欠席しますよほらみたいなのはね、なんかちょっとね、僕は日本人的じゃない、思いやりがないなというふうに感じて、しまうわけですよね。ただね、ただ感情的なことだけではなくて、いろいろね理屈をおっしゃってます。で、それについてね、一つずつ検証していきたいと思うんですね。で、4つぐらいね、断る理屈があるんですよ。で、1つ目がですね、法的根拠がない、ね、違憲違法だというものがあります。で、これについては
昨日もねちょっとお話したように、まあこれはあの内閣府設置法4条にですね、3の33だったかな、ちょっと覚えてませんけど、そこにですね、国の儀式というものは、まあ閣議決定で、まあできるというふうに書かれてるわけですよね。また予算もですね、別に新たな予算というよりも予備費とかがありますから全然問題ないわけですよ。そして、まあ、あのそういうことを決まってそれに乗っ取ってるわけですから違法とか違憲とかないですよね。まずあの内閣府設置法というのは国会が通ってますからね、当たり前ですね。法律というのは国会通さないと法律にならないわけですからね。野党も与党も含めてみんなで決議したわけじゃないですか。そして法律ができたわけでしょ。だからそういう、まあ、国会の決議も得てるし、ね、あの法的根拠はあるんだと思うんですよね。だからこそですね、昨日もお話しましたけれども、いろいろね差し止め訴訟が起こってますけど全部却下じゃないですか。却下というのは棄却と違ってね、もう法的要件を訴える要件を満たしてないから門前払いですよ、ダメですよっていうことなんですよ。まあ、そういうふうになってるから法的根拠がない違法違憲というのはこれは当たらないだろうと思うんですね。それから2番目に強制性があるというのがあるんですよ。これもよく不思議だなと思うんですよね。強制性があるという、ちょっとこれに関してはですね、僕はあのちょっと、一言ね、まあ、書いてるんですけど、これね、いつだったかな、9月13日のね僕のツイッターで、まあ、書いてるんですけど、次の3点に鑑みればやっぱりバカなのと思うと強制性を言う人、強制性があるぞっていう人はバカなのと思うとね、いうことで3つ言いますね。1つは第一に政府が強制はしませんと言ってるんですよね。別に葬儀に出なくてもいいし、その時間働いててもいいし、遊んでてもいいしね、黙祷なんかもしなくていいし、強制しないと、これはっきり言ってるわけですよね。ですから強制性ないじゃないですか。それなのに強制という。それから、2番目、わざわざ出席しませんと書いた返信状を SNS で晒して拡散しておいて強制性がある、ね、強制という。これもおかしいですよね。強制がない証拠じゃないですかね。欠席しますって拡散してるわけですから。3番目、欠席は OK、ね、そして OK でありながらなおかつですね、国葬抗議のデモの大集会まで開くことができると言ってるんですよ。開くと言ってるんですね。それなのに強制という。おかしいでしょ。だって抗議デモもできるんですよ、欠席した上で。抗議デモしてはいけないと禁止してないじゃないですか。どこに強制性があるんですかと。だから強制というのもね、おかしい。まあ、これあの玉木さんが反強制性なんて言葉言ってましたけど、全然強制性を僕は感じないですね。これ3つ目にですね、あの税金が使われている葬儀であり、まあ、プライベートな葬儀ではないから、あの、まあ、こういうね欠席しますあのなんとか言っても別にいいんだということなんですけど、まあ、あの税金をですね払っていようがいないかろうがですね、やっぱり亡くなっている人がいて、その人を弔うわけでしょ。そしてその遺族もいるわけですから、ね、この欠席しますって拡散するのもおかしいし、ね、なんていうか税金払ってるからいけないということもないと思うんですよね。それから4つ目が、国民のコンセンサスがないということなんですね。まあ、これ石破さんなんか言ってますけども、まあ、今回はこれでいいかもしれないけど、今後のためにですね、国会で議決が必要だというふうにおっしゃってます。でただね、でしかもね、まあ前回一致が望ましいということを言ってるんですね。まずね、前回一致ってことになると、これ政敵っていうのは必ずね国会にいますから、前回一致で、国会を通るってことは絶対ないと思いますよ、うん、もうまず考えられませんね。どんな素晴らしい人でも、前回一致ではまず無理だと思います。ですからこれもですね、ちょっとやっぱり行き過ぎてるなと。内閣というのはね、まあ、一番議席を取った、ね、党あるいは与党の中から、まあ、基本的にはね、選ばれて、まあ、内閣の閣僚というのが、まあ、選ばれるわけじゃないですか。ということは、
ある種の民意を反映した場所での決定ですが、それで十分であるというふうに僕は思います。つまり、法的根拠がない違憲違法というもの、これもそんなことないよ、強制性がある、半ば強制性がある、これも全く強制性は感じられません。3つ目、税金が使われている葬儀だからダメですね、ということですけど、まあ、あれだけのね、190カ国ですかね、要人が来るということですから、やっぱり国として、個人ではなくてね、国として丁寧に迎えるということは大事だろうと思うんですよ。でその税金も予備費からね、新たにその予算を5000億円ぐらいあるそうですね、予備費というのはね。で、その中の16億6000万でしたかね、ちょっと覚えてませんけど、その金額は別に新たな予算を取る必要もないわけで、別にいいんじゃないかと。それから国民のコンセンサス、つまり国会での議決が必要というのも、そういうことしたらもう、ね、国葬というもの自体がもう存在しなくなるわけで、国葬というものがあり得るとすれば、やっぱりこういうね、国会での議決なんていうのは要件にするのは非常にちょっと適当ではないんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ちょっとね、昨日言い足りなかったことをね、今日ね、追加してちょっと言わせていただいたんですけれども、あなたはどのようにお考えでしょうか。今日はこれで終わりますね。ではまた。 Good luck。 あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。